期限とは、ある出来事が起こった年を視点として、それから何年経過したかで時間を測定する、無限の記念法である。ほとんどの記念法では、始まりの年を、例とせず、1年とする。記念法などの年数を数え始める起点を指して、期限とする場合もある。また、その起点となる年のことは、元年とも言う。期限といった場合、記念法、あるいは、 その起点のどちらを指しているのか、使用のニュアンスには注意が必要である。時の流れの中に、期限という一定の基準点を置くことで、その距離によって時間の位置を示すことが可能になり、また過去の事件を順を追って記録することができる。期限とは逆に別の名称でリセットされる有限の記念法を言語という、ある出来事が起こった年を視点として、 それから何年遡っているかで時間を測定する方法を期限前という。期限前も例ではなく、期限前1年から始まる。すなわち、ほとんどの記念法では、期限1年の前年は、期限前1年となる。時間における新しい起点となり得る、象徴的な事象、非常に意義深い出来事を記述するときに、元年、あるいは例が使用される場合もある。 ただし、この意味で、期限が使われることは、通常ない。英語の、エラは、ラテン語の、アエラに由来し、ある出来事から始まる年代を指す語である。期限となる、年自体を指す語には他に、エポックがある。なお、エポックは、天文学、歴学上における、計算の視点となる年も意味し、歴学上のものは日本語で暦元とも呼ぶ。また、 語彙の問題として、日本語の起源は、エラとエポックの両方に対して用いられているため混乱が起こる場合がある。なお、中国語ではエラには、起年、エポックには、起源を用いているので、日本語で、起源というものは、起年と呼ばれている。これは中国語で年号とは言っても、元号とは言わないのと同じ語彙の使い分けである。現在、日本で単に、 期限といった場合には、キリスト生誕の年を元年とする、キリスト期限を指すことが多い。なお、戦前の日本では、期限というと、一般的に、神武天皇が即位したとされる年を元年とする、神武天皇即位期限を指していた。期限には、以下のようなものがある。グレゴリオ歴やユリウス歴は歴法であり、期限と混同しないよう留意が必要である。ありがとうございます。